モンツァといえばフェラーリの本拠地。嫌が上にもティフォスたちは盛り上がる。そのティフォスたちの期待に応え、フェラーリは全開。アレジは自分のタイムをどんどん更新してポールポジション。予選初日からアレジがトップタイムを並べていきました。ドイツグランプリはベルガーがポールポジションを取りましたが、イタリアグランプリはやはりアレジ。ハイスピードコースのモンツァ、シュケインの突っ込み、そして高速コーナーのスムーズな走り光りました。モンツァの熱気にベルガーも燃える。アレジが初めてのポールポジション、そしてベルガーが2位に続きます。まあ、興奮気味のアレジでしたけれども、ベテランのベルガーはレースは一周だけではないからねと落ち着いていました。19年ぶりモンツァ、夢のフェラーリワンツーフロントロー独占です。2台のフェラーリがフロントローに並ぶ快挙にモンツァの森が揺れる。フェラーリに続く3位のタイムを出したのがロータスのハーバート。結局4番グリッドに落ち着いたが、無限ホンダエンジンのポテンシャルを見せつけた。無限ホンダの MF351H、 8月上旬から密かに開発テストが行われていました。エアバルブ仕様の高回転型、そして小型軽量コンパクト、全く新しいエンジンです。そのパワーも効きましたけれども、109シャシー、モンツァセッティングうまくいきました。ハーバート4位躍進です。そのハーバートを蹴落として3番グリッドに収まったのがデーモンヒル。ルノー陣営はベルギーから予選用としてルノーの RS6C ビッグパワーエンジン投入しています。デーモンヒルはこのレースから担当エンジニアメカニックグループをクルサードのグループと入れ替えさせています。このところ実力を発揮してきたクルサードはハーバートに続く5位、6位にはピオリオ監督就任以来上昇機運のリジェパニスが入る。ハンガリーで9位グリッドを取ったパニスがモンツァでは6位自己ベストです。マクラーレン、ミカ・ハッキネンは7位。プジョーエボリューション2 V10 エンジンですけれども、やはり苦しい高速コース、ストレートのスピードをもう一つ伸びません。ハッキネンは超レスダウンフォースセットでタイムアタック、非常に薄いリアウィングです。問題なのはこのチーム。フェルスタッペンがかろうじて10位になったものの、シューマッハに代わってカーナンバー5のコクピットに収まったレトは20位と振るわない。ベルギーグランプリの後、8月30日シューマッハの2戦出場停止が確定しました。 JJ レトとフェルスタッペン、シューマッハの姿ありません。このチームにはベルギーグランプリ失格の件、そしてドイツで起きた給油装置改造疑惑、この時期いろいろ問題が起きていました。ヤニック・ダルマスがフルス・ラルースのコクピットに収まり、コマスとともに23番、24番グリッドを分け合った。ヤニック・ダルマス、90年の AGS 以来の F1 ドライブです。1コーナーブレーキちょっと乱れました。縁石に乗り上げてハードなクラッシュです。予選ではベスト10の常連になっている片山、スパに続いてモンツァでも不本意な14番グリッドからのスタート。初日は8位にいた片山、2日目ヤマハ陣営思い切って一機用意した K3 スペックモンツァを投入しました。しかしなぜか直線スピードが伸びない。片山突っ込みでタイムを稼ごうという必死のドライビングでしたけれども、予選うまくいきませんでした。チームメイトのブランデルは21位、レズモの出口でスピン、クラッシュしている。ブランデルも初日9位、いい滑り出しだったんですが、レズモ2でこのクラッシュ、原因はブレーキのトラブルでした。オンボードカメラで見ますと、右へ曲がっているこのレズモ2、マシンが右へ曲がらずに左の方に行っています。明らかにトラブルです。
まあ、この後片山のマシンでタイムアタックしたんですが、不本意な21位です。フォルツァ・フェラーリの大歓声の中、2日間の予選は終了。26台のグリッドが決定した。グランプリにふさわしい天気に恵まれたが、朝のフリー走行でヒヤリとするシーンがあった。朝のウォーミングアップ、ゲーハード・ベルガーの9周目でした。ロッジアの試験員でクラッシュ、ブレーキング開始した途端にタイヤがロックして片利き状態、そのままコントロールを失ってマシンリアからドーンとタイヤバリアに激突してしまいました。ベルガーは病院での検査の後、サーキットに戻ってきた。レースに支障はない。フェラーリが2台、フロントローに並ぶ。1975年ニキラウダ、クレイデガッツォーニ以来のモンツァ・フェラーリ 1-2 です。ハーバート4位、もちろん自己ベスト、今年最高です。ルーキーのパニスが6位、健闘です。ベテランチェザリスが8位にいます。ハーバードとは違う無限 V10 エンジンで13位ザナーディも頑張りました。片山14位から追い上げです。サスペンショントラブルがあったバリチェロは珍しく16位です。注目の JJ レート、コース上で元気がありませんでした。20位スタートになりました。19年ぶりモンツァのフェラーリフロントロー対決、今スタートが切られました。アレジ好スタート、そしてベルガーが内に入った、ベルガーが内に入った、その後ろヒルは3番手、そしてハーバートが3番手に、あるいは上がってくるか。先頭はジャンガリキ、ジャンガリキ白い煙、ジャンガリキが先頭、そしてその後ろがハーバート、その後ろアマイン、大変な大混乱、大混乱、第一ステインデティビの大混乱になった。アレジベルガーに続いてジョニー・ハバートが好スタートを切りました。3位に上がってきます。そしてその後ろからなんとエディ・アーバインが追い込んでいました。ブレーキング開始、アーバインが遅れます。ハーバート後ろから突っつきます。ハーバートがスピン、内コーナーの中で横を向いてしまったハーバート、後続マシンは大混乱になってしまいました。まあ、このアクシデントのきっかけを作ったということで、エディ・アーバインこの後の2回目のスタート最後尾からのレースとなってしまいます。赤旗が出され、レースは再スタートになる。2回目のスタート、アレジの緊張感はこの2回目のスタートでどんな変化となっているでしょうか。ベルガー、そしてヒル、役者は揃った。さあスタート、今度はスタートはどうか、またベルガーだが、今度はその裏をかいた、今度はヒルが行く。アレジ2回目もいいスタート、ベルガーが間に入ってヒルを抑えます。エリック・ベルナールのマシンがスタートできません。おーっと、コースアウトした。これはアローでありますが、10番のモルビデリがコースアウトしています。アレジ・ベルガーのワンツー、そして後方には14位グリッドでしたけれども、片山が一気にスタートで7位にまでジャンプアップしています。オープニングラップを終えて真っ先にメインストレートに姿を見せたのは2台の真っ赤なフェラーリ、アレジ、ベルガー。モンツァの森は歓声の留守。ところがレティフィロでベルガーはまっすぐ試験員をショートカット、ヒヤリとさせるが、そのままコースに戻りレース続行。とにかくベルガーはアレジを逃がそうというチーム作戦、後ろを抑えます。フェラーリはアレジを先行させ、ベルガーはヒルとクルサードを抑えている。その後ろ5位には片山右京。片山はスタートでいきなり7位に上がりました。そしてその後フレンツェン、ミカ抜いて5位です。6位にはハッキネン、7位フレンツェン、その後ろにバリチェロ、チェザリス、ブランデルと続く。ティレル勢好調。ブランデル、チェザリスをかわして9位に上がる。その後方ではコマスがマルティニに仕掛けるが、アタック失敗、抜き返されてしまう。11周目、ブランデルピットイン、右リアのタイヤが外れずタイムロス。
21位までポジションを落とす。ティレルチームは珍しく2ストップ作戦取りました。早めにブランデル入ってきたんですが、右リアタイヤ交換に手間取ります。大きく順位を下げます。ベルガーが3位以下を抑えている間に、アレジはどんどんマージンを広げる。さあ、3番片山右京、タイヤ交換に入ります。先ほどのマーク・ブランデルはやや失敗というタイヤ交換でありましたが、さあ今回はどうでしょう。左のリア、ちょっとまだ上げてなきゃダメだという、まだ入ってません、左のリア。12周目に続いて片山も入ってきましたけれども、今度は左リアのトラブル、タイムロスして17位へ後退です。トップアレジが15周を終了してピットイン。ジャンアレジが先に入ります。ジャンアレジ、フェラーリ1回目のタイヤ交換、これは早い。出ていかないぞ、どうした。エンジンは回っているんですが一速ギアに入りません。何度やってもギアが入らないジャンアレジ。実はフェラーリのセミオートマシステム、一速ギアが入らないとその先ギアが上がっていかないんですね。つまり二速発進とかできないわけです。あー、ジャンアレジ降りました。ジャンアレジが降ります。今の出方はなんてことだ、これは信じられないという表情。アレジのリタイアでベルガートップ、23周目に入る。予定ではアレジが2ストップ、そしてベルガーは1ストップ作戦。2.5 秒ウィリアムズをリードして、そろそろピットインのタイミングです。片山はプッシュし続けポジションを上げていく。24周目にベルガーピットイン。今度は大丈夫か、片蔵の三つ星たち、どうだ。出ようとしたところ、今リジェロ誰ですか。パニスですよ、リジェロのパニスのですね。あ、パニスですか。あ、パスしましたね。はい、片山右京が今ハッキネンをかわしていきました。片山右京がハッキネンをかわした。得意のロッジアの試験の突っ込みで、この日2回目ミカハッキネンパスしました。片山10位バトルを繰り広げるコマスとアーバインに、トップのウィリアムズ2台が追いついた。ヒル・クルサードのワンツー、今年まだワンツーがありません。ウィリアムズ・ルーノ16点取りたいところです。あーっと、片山右京です。片山右京、右京が止まっている。ブランデルと同じトラブルでした。ブレーキディスクの破損、片山またもポイントゲット、逃がしました。1位ヒル、2位クルサード、3位のベルガーは地元モンツァで羽馬の意地をかけ必死に追い上げる。やっと2台のウィリアムズが視界に入ってきた。そして最終ラップ、バックストレートから最終コーナー、高速パラボリカ、2位のクルサードに異変が起きる。あーと、クルサードはダメ、クルサードをかわした。さあ、フェラーリ、グランドスタンドは揺れた。2位に上がったベルガ、そして今チェッカーを受けた。レースは最後までね、見事にデーモンヒル、そしてレースはわからない。2位に上がったゲルハルトベルガ、大歓声、少しグランドスタンドが揺れています。ベルガはモンツァ、最後まで何が起こるかわからないからとプッシュ続けました。それがクルサード、最終ラップ最終コーナーのガスケットスローダウンを誘いました。クルサード2位を失いました。デーモンヒルが4勝目、シューマッハのいないイタリアグランプリ制しました。しかしウィリアムズ1、2はなりませんでした。ハッキネン3位、ブランドル5位、マクラーレンの2大入賞は今年初めてです。シーズンの4分の3が終わって、コンストラクターズポイントランキング、9月シューマッハ不在でベネトンチーム力が落ちています。85点対73点、12点差に接近です。ドライバーズポイントランキング、シューマッハ76点、ヒル65点、その差は11点差、つまり1ゲーム差に接近しました。勢いづいたデイモン・ヒルです。